こんばんは、三輪忍です。この動画は数分間謎解きミステリー問題編です。それでは始めさせていただきます。今回の話はアリシアさんの魚住みなみ2。問題はみなみが思った不自然な光景とは何か。それではどうぞ。ねえみなみ、何春風。私魚住みなみは今旅行に出かけている。あそこでお猿さんが芸をやってるよ。私の隣にいる女の子、平戸春風は目の前の猿回しに興奮している。そうだね。春風には物珍しいようだが、何度も来ている私には見慣れたことなので、特に驚きもしない。なんか南、退屈そうだけど。別に、そんなことないわ。私はもともと静かに喜怒哀楽を出すタイプなだけで、つまらないわけではない。そうなんだ。そうよ。春風は納得してくれたのか、それ以上は何も言わず、猿回しに集中している。ねえ、あれ可愛くない？修学旅行生だろう。学生たちがぞろぞろと来た。私は学生たちに場所を譲り、少し離れた場所から猿回しを見た後、春風と一緒にお茶にすることにした。ここは私と幼馴染の海のお気に入りのお店で、海と一緒にこの辺りに来たら必ず来ていた思い出の店である。まだあの学生たち猿回しを見てるね。たまたまさっきの猿回しが見える位置だったので、見てみると、先ほどの学生たちはまだ猿回しを見ていた。他には犬と一緒にブラブラしている老夫婦、携帯で話しながら辺りを見回しているスーツ姿の男たち。ひび割れた壁を塗装しようと塗料を準備している塗装工。ツアーガイドに連れられ観光している外国人観光者たちなどがいた。南、苦いよ。大人ぶってケーキの飲み物にエスプレッソを注文した春風だったが、あまりの苦さに一口でギブアップしてしまった。まったく。私のカフェオレと交換しなさい。私は春風がエスプレッソを飲めないことを見越して、頼んでいたカフェオレとエスプレッソを交換した。エスプレッソを飲み終え、春風がケーキを食べ終えるのを待っていた私は、再び外を見てみた。さすがに学生たちはいなくなっており、老夫婦は店でお茶を飲みながらまったりしていたが、スーツ姿の男たちは辺りを見回している。塗装工は塗料の準備が終わり、ひび割れた壁を塗り始め、外国人観光者はお土産屋で饅頭を見比べたり、木刀を振り回していた。私はある不自然な光景から、ある人物は一般人のふりをした不審者、もしくはかなり間抜けな人間と判断した。問題。南が思った不自然な光景とは何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。